は、はい。おいたりはおい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 。返答も聞かずにどんどん提案してくるな <laughs>。保健委員長の心髄を見せてくるな <laughs>。そんなことよりも聞きたいことあるんだわ、こっちが。詰め寄るように、ものすごい勢いで、まくし立ててくる友竹さん。思わず体をのけぞらせる。<っ>お前なんでことしてくれてんだよ <laughs>。おい、保健委員長が患者を痛がらせるなんて一番言っちゃダメだろ。あ、変な体勢になったから、また右肩が。 ああいや、今のは体制のせいもあって、というか、見せても特に変わらないから、気恥ずかしさで距離を保とうとする俺。だが、友もたくさんは、さらに詰め寄ってくる。<laughs> 朝のテンション怖 <laughs> もうなんかいろんな吉野が見れるんだね、朝には。<laughs> でも、こんだけ心配してくれてるってことは、本当に悪い意味での黒幕ではないんだろうな。おー、突然の一万円。<laughs> なんでこんなしょうもない時に一万円を <laughs>。右肩に触れてるだけの一万円系 <laughs> 昨日の朝のマコおっぱい一万円の次これそして俺の肩が無理やり掴まれた瞬間え。え <laughs> <laughs> おっぱい以上のものが突き出てる <laughs>。え、じゃあやっぱ、一番最初に吉野を見た時に出てた獣耳は見間違いではなかったんだ。え、でも規則性がわかんねえな。今まで生えてなかったしな。ぴょこんという疑音が聞こえてきそうな。変化が起きた。聞こえてきそうなってか、実際に聞こえたんですけど <laughs> <あ>。んどうかしましたかおめ<目>えだよ <laughs>。 <laughs> どうかしてんのお前なんだよ <laughs>。<laughs> お前こそ病院で見てもらった方がいいんじゃないかまあ、何かに受診すればいいのかわかんないけどさ、どうかしたっていうか、俺、疲れてんのかなあ、なるほどね。吉野に獣耳が生えてる時って、決まって主人公が2時間半の交通で疲れてたり、昨日散々山を何百メートルも下に落下して疲れてたりとかしてるからね。主人公は疲れると、女の子の頭に獣耳を生やしてしまうという特殊性癖でもあるのかもしんない。そしたら共通点あるな。いや、もしかして、転がれ落ちた時に頭を強く打ったせいかな。いや、こんな可愛い幻覚が見えるんだったら、今すぐあの山で全員 何百メートルも下に落ちるわ <laughs>。毛も耳見たさにな、おかしなものが見える。目を閉じ、頬をパンパンと叩いてから、もう一度確認。どっちの <laughs> これでヨシノの方をパンパン叩いてたら面白いな <laughs>。過去一サイコパス主人公すぎて好きになるんだけど。あるなぁ <laughs>。ちゃんと生えてるな <laughs> しかし、やはり見える。欲望が具現化したんだろうか。いや、俺に毛も耳属性はないはずなのだが。いや、わからんよ。真相心理というものは自分自身にはわかんないからね。案外毛も耳大好きっ子なのかもしんないねアリチさん。大丈夫ですかお前だよ、大丈夫かどうか確認してんのは <laughs>。 <laughs> 大丈夫じゃないかも <laughs>。いや、心配するだろ、吉野的には <laughs>。普通に右肩を骨折してるんじゃないかって思うだろうが。頭を強く打ったかもありえないものが見える。失礼だとは思いつつも、俺は友竹さんを指さす。触れるのかが問題だよ。触れたら、実物だから <laughs>。そしたら、吉野に毛も耳の性癖があるっていうことになるからね。正確には、その頭から生えた可愛らしいそれを、人間には決してない。奇妙な質感の大きな耳。ありえないもの 俺の指の先を視線で追う。どうやって <laughs> 自分の頭の上に生えてるものをどうやって視線で追うんだよ <laughs> お前の目はシマウマカ絶対眼球がいけない方向に動いちゃってんだろその目が自分の頭上に向いたところで友達さんの目が見開かれる。<laughs> えこの表情あれかこいつまさか <laughs> 人のこと心配しておいて毛も耳を生やしちゃうとんでもない変態なのか慌ててそれを押さえつける <laughs>。確定じゃねえか <laughs> てかちゃんと触れてんの。めっちゃ曲がってるもんな <laughs> 普通にワンちゃんの犬とかと同じ質感なんだなえどないなっとんそれ <laughs> 本来の人間の耳隠れてるからな触覚ですげえ変わった耳が何のために <laughs> だがそれでもその大きな耳を隠しきることはできず手から大きくはみ出していた <laughs> しまって幻覚が見えているだけで遅いんですよ。<laughs> 触れてしまってるよね、あなたは。<laughs> 手で押さえちゃってる以上、その言い訳は苦しいんじゃないかじゃあ、なんで頭を押さえてるの <laughs> 昨日何百メートルも下に落下したとは思えないぐらい頭冴えまくってんな、お前。は褒められた。なんでお前が被害者面らしてんだよ。<laughs> はめてねえよ。<laughs> 勝手にににお前ががとも分からんやつにはまりに行っただけだけろうがてかこの様子だとあのナルガクルガとの因果関係もありそうだなチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ